写真拡大、通算400勝など数々の偉業を成し遂げ、10月6日に逝去した金田正一氏。残してきた伝説は枚挙にいとまがないが、不法米紙ニューヨークタイムズは日本の皇帝正一金田が86歳で亡くなるとのタイトルで伝えた。米国でもその偉大なキャリアには一目が置かれている。記事では金田は単なる見ていて楽しいだけの選手ではなかったと指摘。金田氏が NPB 唯一の400勝投手で、 MLB でもサイ・ヤング511勝とウォルター・ジョンソン417勝しかその勝利数を上回っていないと言及し、その他にも14年連続20勝以上などの偉業を達成してきたと紹介している。さらに金田氏について日本で屈指の偉大な野球選手と表現。沢村賞3度、完全試合1度を含む2度のノーヒットノーランを達成したことに触れ、また彼はすぐカッとなりやすい性格だった。彼は一時期退場の記録も持っていた。特筆すべきこととして、金田が最も活躍したのはほとんどの場合で悲惨な成績を残していた国鉄スワローズ時代のことだった。15年間その球団でプレーしたが、その期間中に勝利数が敗戦数を上回ったシーズンは一度だけだったとして、そのために敗北数も歴代1位298敗であるという事実についても伝えた。そして同氏は金田氏にメジャー挑戦の可能性があったという秘話も紹介。メジャーリーグ球団は1960年代に金田と契約を結ぶことに興味持っていた。しかし彼は日本に残った。このように振り返り、1955年にヤンキースが来日した際にはミッキーマントルから3三振を奪ったという有名なエピソードにも触れている。数々の伝説が永遠に語り継がれるであろう名投手、そのキャリアに米メディアも改めて敬意を示している。フルカウント編集